ブローデルリザーブブローデルリザーブはアメリカ合衆国ワシントン州ベーンブリッジアイランドにある森林公園。面積は150エーカー。自然の中に造営された日本庭園で知られる。もともとは個人邸宅に作られた庭園である。この森林公園は1951年から1986年にかけてこの土地で暮らしていたプレンティスとバージニアの ブローデル夫妻によって作られた。柳の木、プレンティス・ブローデルは、製材会社、ブローデル・スチュワート・ウェルチ社の創業者、ジュリアス・ブローデルの子に生まれた。もともとは教員をしていたが、1920年代の終わりに父親に呼び戻されて、実業界に入った。事業においてもお学図を燃料として、再利用する取り組みを行うなど、 自然保護に対するいち早い関心を持っていた、プレンティスは、1950年に早い引退をして、この土地を取得し、妻と共に公園を作り上げることとなった。自然保護運動や東洋思想需要の影響を受けた、ブローデル夫妻は、自然さ、細やかさ、静けさ、あるいは異形の念といった日本庭園の精神の、真髄を理解し、それを、 西洋の形で表現したいという願望を抱いていた。こうしたブローデルのアプローチ方法によってリザーブにある日本庭園の佇まいは多くの装飾物を用いて日本らしさを追求する日本庭園とは対極的なものになっている。150エーカーのうち84エーカーは虹林で覆われている。地線庭園は久保田富士太郎の策定によるもの、石庭と コケニワは河奈孝一の策定によるものである。木立が水面に生えるリフレクションガーデンはリチャード・ハーグとトーマス・チャーチが手がけた。日本の茶室と西北部のインディアンのログハウスを複合させたユニークなゲストハウスは1961年にポール・ヘイデンカークによって設計されたものである。ブローデル夫妻が暮らしていた。 フレンチ社東風の邸宅は1931年に建築されたもので、現在ビジターセンターとなっている。屋内には多くのオリジナルの家具を見ることができ、また、ここからはポートマディソンベイが一望できる。現在はアーバーファンドが運営にあたる公共庭園である。完全予約制で公開している。 abhistory 公式サイトハット abcdefbl o e d e l r e s e r v j g a r d e n o r g ハットノースウェストの庭園巡り、日本庭園から植物園までシアトルとその近郊 -junglecity.com ありがとうございます。